では第3問に入ります。問1、図のように水平面からの傾きが30度の摩擦のない斜面上に質量 10kg の物体を置き、斜面に沿って引き上げた。括弧1に答えよってことです。で、括弧1が物体を斜面に沿って6メートルだけ引き上げたとき、重力がした仕事が何ジュールか求められています。で、重力加速度の大きさも与えられています。で、こういう問題、プラスかマイナスかの判断が、まあ、主といえば主なので、先にそれを済ませておきましょう。仕事というのは、力が入った、働いた向きを正として考えます。物体があって重力がこう下向きに働いてますよね。で、これが自由に落下したとき、このとき重力は仕事をしたと言います。で、逆にこっからこっちに上がった場合ね、それは重力、方向が反対なので重力がマイナスの仕事をしたという考え方をします。で、これもこちらからこちらに引き上げているので、下から上なので重力がマイナスの仕事をしたってことなので、これで丸1か丸2に絞られます。で、この問題改めて考えていきますが、まず物体に働く重力を考えて、これはもう重力が真下に働くもんなんで、これ。で、白 10kg で重力加速度が 9.8。まあ、後で計算するってことで G にしておきましょう。10×Gニュートンの力が下向きに働いています。で、この問題ならこっち水平面ですね。水平面にどれだけの力が働いているか。斜面に水平な方向に。で、ここは90度で、で、これね、こう考えるんだ。こういうふうに考えて、この三角形とこの三角形一緒だよね。で、そうすると、こういうふうに考えて、90度、90度一緒。で、ここの角度とこの角度一緒だから、この角度は共通。なので、ここの角度が、残ったここの角度が30度とわかります。で、30度の三角形は、の場合、辺の長さの比は、もうこれはもう完全に頭に入れておくように。1対2対ルート3です。で、これももともとこう正三角形を半分にしたものを考えてるんで、こう斜辺を2とすると、これももともと2だったから半分は1だよね。だから1対2です。だからここ2のところと1のところの比較。ここが1でここが2なので、ここの大きさはこの2のところ半分で、5×Gニュートンの力が働いているということになります。で、これ、ちょっと問題を変えて分かりやすくするようにね、この物体を引き上げるのに必要な、引き上げた時にした仕事はどれだけかという問題だとしますと、この物体を引き上げるためには、これと反対向きに同じ大きさ、5×Gニュートンの力を加えなければ引き上げられません。で、仕事は、W イコール力 F かける、その、力の方向に働いた距離 X なので、その仕事は、この物体を6メートル引き上げるために必要な仕事は、5×G、G は 9.8 も使っちゃおう、かける6ということになります。で、6を30先に計算して 30×9.8。で、これ30、10で割ってこの分、その分こっち10倍して 98×3 にして、そうすると294かなと出てきます。で、これが物体を引き上げるためにした仕事。で、重力がした仕事はその反対の向きだから、それが負になって、マイナス294と考えてもいいです。あるいは、最初からこれを、こちらの方向性としたら、マイナス 5×Gニュートンなので、マイナス 5×9.8。で、その距離に、これが重力は反対向きに、移動の方向と反対向きに、働いてます。かける移動距離の項をかけて、マイナス 30×9.8 から209、マイナス294を導いても構いません。これはいいかな、294。98×3、これ、筆算でもいいからね。まあ、慣れてればパッと出てくるんだけどね。